はい、約束の時間になりましたということで、発表がありましたね。チャナティップ選手、BG パトゥムユナイテッド FC 完全移籍ということで、ね、あの前々からね、タイの複数クラブがね、チャナティップ選手の獲得にね、えー、興味を示していたということで、あのー、BG パトゥム以外のところはね、えー、いろいろ条件が合わなくて、まあ、撤退したんですけども、ねえー、結局 BG パトゥムは移籍、あのー、金の金額とか、まあ、そういったところとか、ねえー、フロンターレとの間で話がまとまり、移、ま、籍、ああのー、が 遺跡に立ったとでチャナティップ選手もね、あのー、どうもねタイのメディアによるとね、ね、えー、ルヴァンの浦和戦でね出番がなかったっていうところ、これがやっぱり結構決め手だったと。あのルヴァンの浦和戦、埼玉スタジアムでやった試合なんだけど、アウェーで。まあ、この試合が結構ね、ね移籍の決め手、もうちょっとやっぱり試合出れないっていうのはさすがにきついと。まあ、もっと試合出れるところでね、えー、挑戦したいと。 いうね、えー、ところで、やっぱサッカー選手ってね、あの、出場機会、命ですから、やっぱ試合出て、あの、や多くのファン、サポーターに喜んでもらって、で、試合出ることによってね、どんどんやっぱり技術的なところだったり、ね、選手のすりだったり、そういったところがやっぱり、あのー、上がって高まっていくと思うので、ね、ええー、やっぱしかもさ、チャラピップってさ、タイのさ、スーパースターなのよ。タイサッカー界のね。だから日本で言うと、 まあ、かつてのね、中田秀俊とかさ、中村俊輔とか、本田圭佑とか、中友とか、まあ、今で言うと、久保竹とかさ、薫とかじゃない。うん。やっぱそれぐらいのレベルのね、やっぱりタイの国内の中では、それぐらいのレベルのスター選手ということもあるので、ね、そのタイのスーパースターがね、試合に出れないっていうのはね、もう大問題よ、タイ国内じゃ。うん。なんで使われないんだと、いいプレーしたじゃないかと。 ねえー、批判が来るわけですよ、うんね、やっぱりチャナティップがね、試合出ないっていうことでね、やっぱりチャナティップの、タイ国内で多くのファンを抱えてますから、ね、やっぱりチャナティップが試合出ないことには、タイのね、サッカーの人気とか盛り上がりがね、えー、上がってこないんだよ。うん盛、盛り上がりが出てこないのよ。そうすると、やっぱりタイサッカー界のね、えー、ちょっとやっぱ低迷というか、盛り上がり、欠けてしまうということもあるので、ねえー、やっぱり他の選手の立場と違って、タイのサッカー界のスーパースターという、ねえー、立場でもあるんでね。 やっぱりやっぱ試合出ないことにはね <laughs>、うん。あまりだから、フロンターレもそうだし、ねえー、ちょっとチャーナティップ自身にとっても、結構マイナスにな,なると思うんでね、タイのサッカー界にとってもマイナスに、お互いにとってね、結構マイナスにね、動いてしまうところがあるので、ねえー、もう今のうちにね、やっぱり試合出れるところに移って、でね、あのー、試合どんどん試乗していくことによって、ねあのー、またタイのサッカー人気をね、取り戻していく。 さらににより活発にしていくで、ねあのー、次のワールドカップもアジアの市場国枠が増えるということでタイもねワールドカップ出れるチャンスにもなるのでその中でねチャナティップがコンディション万全であるっていうことがねタイのサッカー界スーパースターチャナティップが、ね、コンディション万全であるということは、ね、非常にやっぱりタイのサッカー界にとってはやっぱり重要なことであるので、えー、やっぱ試合出れない状態でねいつまでたってもね川崎にやっぱ留まるっていうのはね今後のキャリアにとっても。 相当マイナスになると、ねえー、思いますんで、ねえー、このタイミングで、ね、移籍すると、ね、試場機会をあるところに移籍するというのは、ね、非常にいい判断だったんじゃないのかな、ちゃんとィップ選手、ねえー、思います、本当、うんぜひね、えー、タイでね、あのー、またブイブイ言わせて、ねえー、活躍していってほしいなと。あとはね、あのー、本当にご縁があれば、ね、サッカー日本代表、ね、アジアカップ、ね、あると思うけど、サッカー日本代表とタイ代表で、ね、対戦するときとか。 ねえー、楽しみにしてますし、あとね、ACL もね、あのー、チャンティブが所属するクラブと対戦するなんていうね、ことも何かの変であるかもしれないと思うので、まあ、特にあとフロンターレだったらね、あのー、アジア戦略、ねえー、社長さん主導で進めてますけど、ねえー、またタイのクラブと、ね、対戦するなんていうね、イベントもあのシーズン終了後あるかもしれないので、まあ、そういう時にね、またチャンティブ選手と再会できるとね、嬉しいのかなと思っておりますので、ぜひね、タイでね、えー、また元気に、ねえー、活躍して、えー なんかの対戦相手としてね。あのー、お会いできたなと思ってますんでね。ほん元気で頑張ってっ活躍していってほしいなと思っております。はい。あとね、やっぱりあのー、今回ね。まあフロントあるからパトムにね、えー、移籍するということでね。あの契約途中ということもありますから、移籍金がね入るとね、えー、言われてますね。あのメディアでも報じられてますけど、まあ、2億8千万ぐらいじゃないかみたいな話もね。出てますが、まあ、およそね。 あの川崎から、それが札幌から川崎に移ったときはね、あのー、約5億って言われてましたよね。相当なね、J リーグの歴史史上、ね、もう見たことないような、莫大なね、移籍金の金額でね、獲得した経緯があり、まあそのアジア戦略とかそういったね、えー、ちょっとビジネス目的といいますか、まあ、それの目的も込みでね、まあ、この莫大なね金額を払ったわけなんですけど、やっぱりね、<coughs> 金額が高すぎる。うん そうするとね、今、やっぱりずっとペ、あのー、これだけやっぱり移籍金、札幌に払ったわけで、で、これだけ活躍できてないっていうことになると、やっぱり、パトミはね、ちゃんと移籍金払ってくれたわけで、ね、あのー、ずっとやっぱり、この赤崎にとどめ、とどめておくとなると、まあ、なんか2億8000万っていう話がね、移籍金出ているけども、それよりもっと低い金,低い金額しかね、払ってくれるクラブ。 はなんかその、ね、2億8000万よりもっと低い金額でしか払ってくれるクラブしか出てこないんじゃないのかなと、そのままずっとね、来年とか今年シーズンオフまでやっぱり残しておくっていうことは、ねえー、やっぱり移金あんまり獲得できなくなるんじゃないのかなっていう不安があったので、今のタイミングでね、あの半分ぐらい移、ね、籍金もらえるっていうのは、良、あのーまあ、かったのかなっていうか、うんまあ、もっとね、早いタイミングでね、えー、話があれば良かったんだけれども、 やっぱりこのタイミングでね、パトミさんが出してくれたので、ね、えー、まあ、ちょっと救われた部分はあったかもしれないね。なんでね、チャンティップも、あの、本当このタイミングで移籍するって判断は良かったのかなと思ってますし、やっぱりね、あのー、ちょっとね、やっぱり、移籍金5億出すっていうのはね、約5億出すっていうのは、やっぱり、ちょっと、リスクが高すぎたね。うん。結局やっぱり、ね、 ほとんどん今年はリーグ戦2試合しか出てないっていう状況で今の時点で、まあ、半分リーグ戦消化されたけどもうんこれしか出てないあとカップ戦まあルヴァン出るあルヴァンと天皇杯出たぐらいでうーんリーグ戦でこれしかやっぱ稼働してないっていうのはねうんちょっとやっぱりこの移籍金5億払ったにしては見合わなかったよねっていう活躍がうん本当にこれあれだよねちょっと高すぎたよね まあ確かに多めに金額、札幌に払う価値のある選手であるんだけど、果たして5級約5億ぐらい出すべきだったのかなっていうのは、ちょっとそこはやっぱ疑問。そこまで払ってまで獲得する選手だったのかなっていうのはね、気になるところだったよね、そこは。うん。最初ね、やっぱり左ウィングで使われてはいたんだけれども、ね、やっぱりここ左ウィングじゃ課題フィットせず合わない。で、まだインサイドハーフの方がマシ。ただし、まあ一番理想はトップした、4231トップした。 これが一番フロンターレでは適正だった、まあ、一番チャナティップの理想はシャドウなんだけどね、シャドウが一番ベストなんだけども、うーん、やっぱりちょっとウィングじゃ使えなかったっていうことで、どうしてもフロントアレとインサイドハー、まあ、本,本当、本当はね、やっぱりもうちょっと4、2、3、1とかでもやらせトップ下で使わせればね、もっと試合で、ね、出,てか出れて活躍もできてた可能性もあったと思うんだけども、どうしてもね、鬼監督はやっぱり4、3、3に非常にこだわりが強く、で4、3、3のインサイドハーフだとどうしてもね、やっぱり守備の強度っていうところがね、 求められたわけでさらには同じ役割、脇坂選手もいたわけだしさ、まあ、当然、脇坂選手、キャプテンチームリーダータイプの選手ですから、もう必要不可欠で脇坂選手の方がまだ上回っていた守備強度とかそういうところでは。で、ちゃんと接戦した守備のところは、競り合いのところは弱かったり、あとは守備は頑張るんだけどねあの、無理してやっぱ怪我にもつながるよねっていう,もうさ、この時はずっと怪我は続いてるんだけども、なかなかちょっと起用法のところでミスマッチだったよねっていう感じがしました。 うん、だからトップ下とかでね、もうちょっと使って、4231でも良か,かったんじゃないかって試合は、去年ね、やっぱ思ったんでね、ちょっと現場もね、起用法のところは、もうちょっとトップ下とかで使ってあげたりとか、4231とかにフォーメーションそんな433にこだわる必要あったのかなっていうのはちょっとあったんでね、うーん、ちょっと起用法ミスマッチっていうのはあったかなぁ。うん。ね、えちょっとしょうがないね、これはね、本当今年はね、トップ下でね、リーグ2試合出てたけど、良かったからね、パフォーマンスとしては。 まあただし、やっぱ4人監督っていうと、どうしても守備のところと球際の強さっていうところは本当に求められるところだったので、チャナティップはね、どちらかというとやっぱ攻撃的ミッドフィーダーで、攻撃のところに専念してね、えー、するっていうタイプなので、まあ、攻撃専門型のね、選手だったので、そうするとね、周りにやっぱり守備のいい選手をね、配置する必要があって、だからもしだから4、3、3のインサイドハーフで使うんだったら、他の2枚はね、アンカーともう1人のインサイドハーフっていうのは、もっと守備強度の高いね、選手をね、配出、あのー、起用する必要があったと。えー、だからね、 ちょっとやっぱり起用法のところで、鬼木監督の求める役割だったり、まあ、使われ方でちょっとミスマッチが生じたよねっていう。まあでも、あのー、チャナマルっていうね、チャナピップのスルーパスにマルシーニョが抜け出して、最後ダミアンが決めるっていうね、あのー、得点パターン。あれだ、違うか、シミッチが。 ね、縦にボール入れてチャナが受けてドリブルで突っ走って縦に切れ込んででサイドに流れたマルちゃんにボール出してスルーパス出して最後マルちゃんが、ね、ダミアにクロス入れてダミアンが押し込むなんていうね,ねこういう得点パターンもあったんだよねだからコンビネこの2人のコン人のねコンビネーションがすごい良かったっていうのはね、あのー、特にチャナティップ入っての、あのー、良かったことかなと思ってはいましたがうんちょっとねだから 433になる前のね、あの2019とか、まあ、2017、2019あたりに、ね、フロンターレ来てたら間違いなく戦力になってたと思うし、まあ、中村健吾と併用っていう感じにはなってたけども、戦力にはなってたと思うんでね、まあ、433に相当こだわりが本当に完璧強かったんで、ね、ちょっとタイミング良くなかったね。あの性格はね、あのフロンターレにはめちゃくちゃね合ってて、あのー、やっぱり人がいいですよね、温厚だし、笑顔絶えないし、ね、結構愛される存在。 愛、うん、ぱ愛嬌のある選手だったんでね。で、真面目だしね。うん、コメントとかね。うん、すごい。那須さんの,の YouTube チャンネルとか聞いてたのすごい真面目だし。めちゃくちゃフロンターレに合う、性格的には。で、今日もね、なんか、焼肉屋さん、上りとか、紙ふくもつとか、何か、みんなでね、チャナティップのお贈り会みたいな、お別れ会みたいな、焼肉屋さんでやってね、みんなで集合写真撮ってたけれども。ね、えー、本当に愛される存在ではあったと。まあ、ただしね、やっぱり、それ起用法とか、移籍金ね。これがちょっとプレッシャー与えたところはあったでしょうね。 これだけ払わないと絶対活躍しなきゃいけないよねっていうところではあったね。ちょっとプレッシャー、過度なね、あのー、プレッシャーを圧力をかけちゃったんじゃないのかなと。これはちょっと思ってますね。なんか別の、なんだろう、チャナティプの関トからだからまだ許されたか部分はあったけれども、他の選手でやったらちょっと大変だったよね。チームのバランスもね、ムードとかバランスもちょっと崩れちゃう可能性もあってね。そうするとやっぱチームの勝敗にも直結して影響してね、えー、もっと勝ち点稼げなかった。 可能性があったと思うんで、果たしてこの金額で取る価値があったのかなっていう、ちょっと高すぎだね、これはね。あとやっぱり、その起用法ね、さっき言った、っ本当に現場と、現場が欲しい選手だったのかっていうところが、あのー、疑問ですね。ここがあんまり連携取れてる感じには、私には思えなかったので、ね、この当時には。あのー、今年になってからね、えー、なんか、竹内強化本部長、はい。 竹内ちゃんが、あのー、新体制でね、あのー、現場の要望と、今、合わせて補強したって言ってて。で、ま、あ、その取った選手、上福本だったり、大南選手だったり、瀬川選手、まあ、あたりにはなるんだけども、ね、活躍してんだよね。もう、上福本なんてもう、必要不可欠だよ、ほんと。大南も、ディフェンダー、センターバック、低さなんかよく頑張って、瀬川ちゃんもね、あのー、チームの雰囲気、よくしてくれるし、ね、試合出ただけ点取るよね。だから、活躍してんだよね、新戦力は。だから、 今年はね、そのうまく現場と話して、フロントが、と現場が話して、選手編成とか組めたんだろうけれども、その前がね、やっぱり、結構フロント主導のところがあっただろうね。やっぱアジア戦略って社長がね、掲げてる政策だあったし、結構社長主導のところでちゃんといく取りに行った可能性もね、あると思われますので、うん、やっぱりフロントアレンの選手ってね、特殊でね、うん、止めて蹴るの技術もちろん必要だし、やっぱりあの、プレッシングの強度、強さっていうのもね、えー、大事になってくるし、やっぱり、まだ433、やっぱり続けている、極力やっぱり433で戦いたいっていう、 あのやっぱりあの意志が非常に強い鬼監督でございますんで、このフロンターれはね、やっぱりフロント指導じゃなくて、現場とフロントでうまく話し合って、現場の要望をしっかり聞いた上でね、選手取らないとね、やっぱこういうことになっちゃうよね、チャナティみたいな。うんまだにやっぱりフィットしない選手もいるわけだしさ、このチームに。うん、まさこちゃんはようやくフィットしてきたけれども、であと今年取った選手はね、多分現場とフロントでうまく話し合って、取ったから、活躍できてるんだけど。 ちょっとフロント指導でね、補強するっていうのはね、あまりフロントアイルには向かないと思ってますんで、ね、ちょっとチャナティップの今回の件でね、ぜひもう反省して、今後はね、あの、現場とフロントでしっかり話し合って選手を取りに行く必要があるのかなと。そうすることがね、やっぱ選手を守るっていうところでは非常に大事になってくると思いますんで、ぜひね、今年の夏の補強で挽回しに行ってほしいなと、ね、えー、思っております。はい。ということでね、えー、チャナティップ選手も、あのぜひタイで、ねえー、タイのサッカーのスーパースターだからね、 またタイのサッカーの、サッカーファンの人たちを、あのー、喜ばせに行ってほしいなと、ね、あのー、怪がもなく無事でね、元気で活躍してくれたなと思ってます。ということでね、えー、動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。